こんにちは、ロジュラ TV です。今回は京都のおすすめ中華5選をやりたいと思います。ロジュラ TV で過去に行ったお店の中からおすすめのお店をね、5軒ピックアップしてご紹介するという企画ですね。またストックが溜まっていったら第2弾第3弾もやっていきたいと思います。じゃあ早速ご紹介します。町中華の名店に行きたいと思うんですけど、超有名なんですけど、上七軒にある伊藤仙さん、めちゃくちゃうまい、優しい味わいのいわゆる京都中華と言われる中華ですね。じゃあ行ってきます。シューマイですね。おー、うまそう。皮、ツルツルですね。この春巻きが結構京都中華のね、特徴ですけど、結構あっさりしてるからね。麻婆豆腐ね、この色がめっちゃいいですよね。ちょっとこのやや黒めの四川風とはまたちょっと違う感じですね。私も辛い麻婆豆腐は体が受け付けなくなってるんでね。では、麻婆いただきます。うまみすごい。具沢山というよりかは結構豆腐が大きくて、ゴロッと豆腐のこの食感とかと、あとこのうまみが一緒に入ってくる感じですね。ご飯何杯でもいけます。これこのあんかけ焼きそばね、もう絶対食べてほしい。これもう名作ですよ。ちょっといただきますね。あ、うまっす。すぐうまっす。ちょっとパリッとしてて、あんも結構ね、繊細な感じなんですよ。具も結構細かく切られてて、そんなに混ざりきってないんですよね。これが食べるときにちょうどこう一体になるんですけど、ほんまうまっすね、これ。今年の除夜の鐘鳴るまでずっとこれ食べてたんですね。はい、ということでね、伊藤仙さんはもうね、ずっと通ってるんですけど、もう間違いない一軒ですね。はい、美味しかったです。一人の時でも、まあグループでもいろんな使い方ができると思うんで、町中華ね、好きな方はぜひ行ってみてください。餃子の助政の金井社長と一緒におすすめのね、中華料理屋さん行こうと思います。お鍋
餃子、焼き豚、唐揚げ。いやー、これ美味しかったんや。え、ニラレバが美味しかったってなったんですよ。ニラレバ炒め、そうそうそう、これ美味しい。とりあえずこいついきます。それでいきましょうか。意外とあっさりそうですね。うん、全然すごくない。あんまりないですよ、味わいで、ね、もっと濃いところが多いですね、チャーシュー。いい顔で合いますね。これあのハリーさんおすすめの、まあ、関西トップクラスのグルメカメラマン、まあ、レジェンド、レジェンドかハリー中西さんがうまいと言ってる唐揚げ。あ、ありがとう。うまい。この唐揚げうまい。うまっす。うまい。ちっちゃいのね。すごいっすね。うん、最近の唐揚げちょっとこう大ぶり傾向にあって、うん、それとは逆にちょっと小さめなんだよ。十分うまみも抜群。うまい。あ、これはうまい。ちょっと打ち上げは中華か餃子にしてくださいっておねだりしてね、すみません無理言って、ちょっとここ一体でみたいな感じ。うん、うん、できるでしょ。ニラレバ炒めをこれ揚げてるパターン、このニラレバめちゃくちゃうまいっす。ちょっと揚げてあって野菜もたっぷり、タレもしつこくなくて美味しいです、うん、レバーの悪い癖全部封じ込めてますね。豚もうまい。うん、うまい、うまい、これうまくない。唐揚げにあれば炒め、チャーシュー全部今うまいですね。うん、よかった。大満足です。もう、うん、いや、まだまだね、知らないいいお店があるなと思いました。唐揚げさんもいろいろお疲れのところありがとうございました。うん、ご出演いただいて。ありがとうございます。はい、今日は旅の街やったね。今回はですね、東山三条に来ております。東北屋さんという中華に行きたいと思います。結構好きで、個人的にもよく行ってる中華屋さんなんで、まあ本当は教えたくないね、一軒なんですけどね。品数がとにかく豊富で、まあ、全部うまそうなんですよ。ちょっと今日はいろいろ食べてご紹介したいと思います。ということで、早速、行ってきます。はい、じゃあメニューね、見ていきましょうかね。結構ね、品数も多くて、
大名炒めです、これね、これうまそうなんですよ。引っ張らにはね、ガツンときますね、やっぱり、うん、豆苗炒めってやっぱり味付け命なんで、しっかりね、パンチ効かせてありますよ。これと白飯でもいけるかも。そして水餃子、ここはね、焼きもいいんですけど水餃子おすすめですね。ちょっと甘めのぷっくりした皮、噛んだらジュワーですよ。あっさりしてるからもういくらでも食べられますよ、これ。ジンジャーいただきますよ。これに巻いていきます。結構おネギもたっぷり、きゅうりとかもありますね。生地が薄いんですけどね、結構しっかりしてます。うん、熱っ。生きててよかった。これコンビニで売ってほしいな。めちゃくちゃ生地の薄い肉まんみたいな感じですね。結構しっかりしてるんですね。お肉はじっくりもちろん火が入ってるんですけど、のきゅうりとかね、ネギはね結構生なんですよ。だからシャキシャキした食感が残ってて、違いがいいです。ちょっと甘めのタレもまたいいですね。でこの山盛りカニチャー、これがうまっすなんすよ。結構キャベツもたっぷり入ってますね。卵もね、うん、パラパラ、うん、塩味は控えめで結構あっさり、カニの味わいがよくわかりますね。優しい、うん、優しいな。東北屋さんの料理は優しい、うん、お店の人も優しいしね、うん、性格が出てる。はい、ということでね、東北屋さん久しぶりに伺いましたけども、もうね、まあ食べるもん食べるもんも全部間違いなかったですね。美味しかった。まあメニューが多いんで、なかなか結構行ってても全制覇できてないんですけど、一応僕は行くたびに新しく一品は頼んでるやつを頼むようにしてます。それ以外は結構いつも同じメニューなんですけどね。いや、おすすめやつもマスでしたね。ということで、この東山三条界隈中華ね、ちょこちょこ、まあマルシンさんも有名ですけど、他にもちょこちょこね、いいお店あるんでね、まだご紹介したいと思います。今回行くお店は、中華のランチですね。こちらもね、まあ人気店なんですけど、マダムコーランさんというお店で、まあ京都らしいね、ちょっとこう優しい味付けの中華なんですけどね、いいお店なんで早速ご紹介したいと思います。じゃあ早速行ってきます。名物のね、鴨茄子麻婆ね、書いてますね。夏といえば、はい、じゃあメニュー見ていきます。お昼限定でこのミニ懐石ですね。あと丼あります、中華重。これが、調理長のおすすめコースですね。こっちはリーズナブルな方ですね、5500円のコース。はい、で、一品、季節によってね変わるんですよ。で今は夏のお料理です。
まあ、見やすいですねメニューがね。うわ全部うまそうやな。この辛いのは目印がね唐辛子マークついてますね。はい、担々麺も美味しいんですよね。麻婆やってきました。めちゃくちゃ映えてます。このメニューね夏限定メニューで8月までなんですよ。だから多分動画が出てる頃にはちょっともうないかもしれないんですけど、来年またチャレンジしてみてください。9月でも仕入れ状況によってはある時もあるそうです。こういうのは鴨ナスのこの丸いね絶妙なフォルム、これもまたいいですけどね。あ重たい10種類。ナスいるかな。ナスがうまい。ナスのみずみずしさがこのピリ辛を中和させてくれてますね。いい感じ。ナスの皮の部分これもいただきましょうか。うまい。このナス自体がやっぱり相当うまいっすわこれ、うん、止まらへんやみつきになるこれ。これちょっと冷めてきても美味しい。うまいな。決めました。これから毎年になったらこれ食べに来ます。これになんか麺入れても美味しそうやな。混ぜそばみたいな感じで絶対合うな。トンポロ、トンポロっていわゆるこの皮付きの角煮のことですね。普通の角煮と違ってこの皮があるのが特徴らしいです。うます。うます。サンドしたてなんでこの生地の食感がやっぱりしっかり残ってるんですよ。で中のお肉はトロトロ、ちょっとこの甘いタレがめっちゃ合う。これコンビニで売ってくれへんかな全国の。トンポーローはね譲って頼んでください。ここ来たら、うん、おすすめですよ。でなんか京都を舞台にしたグルメ漫画で「カラスの愛し京都飯」っていう漫画があって、それでもこのトンポーロ出てましたね。このやっぱり角煮のこの層によって変わる食感、これも面白いですね。ちょっと今見てて気づいたんですけど、さっきのトンポーロ、このトンポーバーガー、これ地方発送やってますよ。1800円5個入りパック、冷凍は1850円。うわこれいいっすね。気になる方はね地方発送やってるみたいなんで公式サイトとか見てみてください。お中元とか喜ばれそう。はい、ということでめちゃくちゃうますでしたね。いやーよかった。で今回夏限定のね鴨ナス麻婆ねいただきましたけども、冬は冬でまたね冬限定メニューがあるんですよ。なのでね、まあ、ちょっと見て食べられへんやんと思われた方もめげずに
冬限定メニューも挑戦してみてください。でお値段的にはね、まあ、町中華とかよりは高いですけども、高級中華よりは安いかなっていうちょうど間ぐらいの価格帯ですね。今、御所の近くにある紫藤家さんっていう広東料理のお店なんですけど、ここねランチも有名なんですけど、ディナーのコースもめちゃくちゃうまそうなんですよ。ということでね、早速ご紹介したいと思います。はい、これがランチメニューですね。一応ですね、この1000円と1200円があるんですけど、これ1200円だとね、天津サラダスープ、白米に杏仁豆腐までつくんでね、まあどうせなら1200円がお得だと思います。でメインはこのここから選べるんですけど、まあ、定番の酢豚とかはやっぱ人気ですね。はい、でこれディナーのコース3300円からあります。で飲み放題もね1700円でつけられます。で5500円、8000円、1万1000円とありますね。今日いただくのはこの5500円のコースですね。このホタテの貝柱のマヨネーズソースがめちゃくちゃうまそうなんでね、楽しみにしておいてください。ディナーの単品ですね。でこんな感じでフカヒレスープ、揚げ物、肉とかね、いろいろありますね。麺類もしっかりありますよ。カニのね、爪の揚げ物ですね。これうまそうなんですよ。ただカニのね、味わいがしっかりする。牛肉の細切り、甘辛い味付け、きゅうりと白髪ネギですね。はい、このねクレープ生地がうまいっすわ、まず、牛肉は割と皆さん想像に近い味というか、柔らかくて甘辛い味付けの牛肉なんですよ。まあそれいっぱい入ってるんですけど、で白髪ネギときゅうりでちょっとこう中和させてて優しい味わいになって、これがね全部一体になった時に化学反応、一緒に食べるからこそここまで美味しいのかなっていう感じがしますね。お待たせしました。やってきましたよ。これですね、ホタテの貝柱のマヨネーズソース、いただきます。うまそう。これね、あのコースでしかないんですよ、単品ないんですよ。でもね、これを食べるためだけにコースを頼む価値があるほどうまそうです。まずね、食感がいい。表面はね、結構パリッとしてるんですよ。で、そのパリッとしてるのを歯で割ったら中にあるホタテの貝柱の旨味が溢れ出してくるんですけど、それを表面で包んでるこのマヨネーズソース、この酸味、これも加わって一体になることでね、なんとも言えない、こ
これはね、めちゃくちゃうまいですよ、ほんまに。ということでね、しとうかさん満足大満足でしたね。はい、まあ、ランチのセットもお得なんですけど、ディナーのコース、ここでしか味わえないね、あのホタテの貝柱のマヨネーズね、あれ最高なんでね、ぜひまだ食べてない方は食べてみてください。本当にね、この1年食べた全部の食べ物の中でも5本の指に入るぐらい美味しかったですね。おすすめの中華、しとうかさんでした。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。